雅楽て面白い、楽しいを伝える。こんにちは。雅楽園総科講師をさせていただいております。山口総一郎でございます。はい。今日はね、なんか全然楽しい、面白いってね、伝える題名ではないですね。<laughs> あの、むしろなんか不安を煽るりのようなタイトルじゃねえのかと思ってね、開かれた方も多いと思います。はい。まあ、向こう20年でね、雅楽は廃れるってね、もう何煽っちゃってるのっていうテーマでね、あの話していくんですけども、まあ、はっきり言うとね、 これはマジです。はい。もうマジです。まあ僕の予想というか、まあこれはもう世の中的な動きを見ればもうそのまんまなんですよね。まあ本当にこのまんまいけば20年後っていうのは、 あの、雅楽という伝統芸能は廃れるとね、もう見ていいと思います。まあ、これなぜかと言いますと、まあ、今日はね、そんな飛び切り不安を煽る動画となっているんですけども、あの僕はね、今の世の中やっていけないことってね何かって考えたときに、その真実から目を背けることって一番やっちゃいけないなと思っています。はい。これは雅楽にしても、まあ今の日本社会にしても、まあはっきり言えばね、未来はめちゃくちゃ暗いです。うん。めっちゃ暗い。うん。 でもそれから目を背けて生きることと受け入れてやっていくとではやっぱり二重言語の結果っていうのは全く違う様子になっていると思うんですよね。だからこそこういった 不安を煽るような動画を撮らせていただくこと。まあ、ちょっと今日はね、ご了承いただければ幸いでございます。というかね、ねえー、行ってみたいと思います。準備の方はよろしいですかね。はい、やっていきたい。えー、な、今日はね5つ、4つか、4つ用意させていただいてますのでね、えー、その理由を言っていきたいと思います。まだね、1つ目から行きたいと思いますが、まあ、これはね、 もう根本的な問題で、あの日本社会が不景気だからです。うん、もう、もう、その通りです。もう、逆に言えば、これだけでも説明終わってもいいくらいです。<laughs> 本当に、それくらい。まあ、日本がもう超絶不景気で、あの、このまんま、さらにね、落ち、もう、落ちていくしか、今ないんですよね、うん。もう、笑って言えることじゃないんですけどもね、笑えないことですもうね。まあ、それはね、まあ、不景気になっている理由で、やっぱり腐敗した政治とかもあります。はい、もちろんね。この、コロナ対策で後手後手になってね、今、経済メタメタになっている状態になってますし。まあ、飲食店なじ、謎のいじめ。 とか表面上にある中、ね、まあ、それ以外の、まあ、影響を受けた業種ってのは何も大イなかったわけですよね。まあ、実際、演奏家されてる方とかね、音楽協会の方からすれば、これ大迷惑だったと思います、この時期。<laughs> こうやったら怒られますけどね。まあ、あの、画楽の演奏会やね、イベントも、ここ2年間何度ね、結構中止にされたことだろうと思うんですよね。で、お稽古や講習会などもやっぱ中止になるわけですから、これ仕事にしてる側からすれば、でも本当にね、大迷惑なぐらいのね、 今、状態なんですよね。まあ、そんな不景気な状態ですけども。まあ、この不景気の一番の根本的に問題、まあ、コロナで自粛になっていった原因っていうのが、これ少子高齢化だと思ってます。まあ、これは三つ目に取り上げますが、やっぱり子供が減って高齢、高齢化が進むということは、日本社会っていうのは今ね、ますますシルバー民主主義になっていってるんですね。うん。今、高齢者ナンバーワン社会なわけですよ。<laughs> 高齢者ってだけでも偉いと言っても過言ではないくらいっていうね。まあ、今回のあのコロナも、まあ、いえば、弱度性のウイルスで、まあ、ここまでの自粛を容疑なくさ されたっていうのはやっぱり紛れもなく投票権が多いやっぱり高齢者向けにね進めてねあの治をされたっていうのはもちろんのことを僕らやっぱり世代よりは下はやっぱりテレビなんてね全く見ないわけですよねまあ、そうするとメディアも高齢者向けに不安を煽る発信をしないと視聴率それなくなってくるのでまそういったね変更した報道にならざるを得なくなっていると言ってもねもう過言ではないんじゃないかなと思いますで若い世代は多分ドア開いてもねこの中,中でねもう逆らえないんですよねまあ、これはもう投票全員で頑張って行ってもねあの高齢者に負けるっていう感じの構図が できちゃってますし。 それは、日本が民主主義ではなく、もうね、完全シルバー民主主義社会になっているからなんですね。で、そうすれば、どれだけ若い世代が頑張っても、もう経済冷え込んで、まあイベントやね、あの人とかに再加味できなければ、まあ経済がさら年不景気になるっていう、まあそうすれば、もちろん税収も落ち込んでいくわけですよ。うん。で、あの税収落ち込んだら、またまた税収足りなくなるから、若い世代に、まあ年金や保険の幸せがいけば、まあないとは思うんですが、このね、あの税収の減少で、例えばね、公務員の給料が下がったりとかして、まああの、区内庁の学士の先生とかが食っていけない状態になって しまううというジレンマっていうのは今後ね可能性ととししてゼロではなないのかなと思ったりもします、まあ、今まで文化支援の予算などを出,た出たのですけども、これもね、出なくなるっていう多分ね、ことも発生するんじゃないかなっていう感じで、まあ、これだけでね、僕らの世代ってね、あの、顔が暗くなってしまうんですが、はい、まだまだいきます <laughs>。はい、で、二つ目何かと言いますと、まあ、これね、あの、あれですね、宗教団体の衰退です。はい。で、これね、初心者の方はね、それが悪と関係あるのって思うかと思うんですけど、これね、結構大ありなんです、実際。で なぜガーアクって皇室はもちろんのこと神社仏教のお寺そしてまあ信仰宗教であれば例えば天理教であったりとか立正協会であったりとか黒ずみ教や根況教の祭儀などでも実は使われているんですよねでその中でガーア団体に所属しているという方のほとんどっていうのは実は神職とかまあ僧侶とかまあ天理教とかさっき言った黒ずみとかねああそういう立正協会とかそういうところの方々がで構成されていることが実は多かったりするという感じなんですであただねこのね宗教団体でさえも今無効に十年ほとんど されれると言われておりますえー、築地本願寺の経営学という本があるんですけども、これあの、現在、築地本願寺のね、あの、建て直しを行われている安永さんという方が書かれている本なんですが、まあ、お寺は、向こう20年でほとんどなくなるだろうということをね、まあ、本の中でおっしゃられたりもしますし、まあ、神社でもね、やっぱり小さいところ今潰れていったりもしています。で、誰も管理されていないところもね、多くあるとお聞きしますし、まあ、神社自体も今ね、あの、コンピュラーの神社長を離脱したとか、いろいろね、ニュース、内部でも結構いろいろ問題があるっていうこともね、お聞きしたりもします。で、えー、天理に関してもね、あの、 僕、自家、やってるわけなんですけども、まあ、ここ2年でね、1000カ所以上の、まあ、あの、教会っていうね、まあ、あの、いわば、組織があるんですよ。そこがね、まあ、教団をお返しして、まあ、いわば、検証としてもうね、信者離れっていうのは加速しているという状態なんですよね。で、これはここ2年の話なんで、まあ、向こう10年だけでも、とんでもない数に多分、吹けらがると思います。はい。1000カ所なんで、多分、うん、もう、序章に過ぎないぐらい。まあ、特にやっぱ、画学団体では、先ほど挙げた日本社会、いわば、国や、 地方からの助成金であったりとかこの宗教団体からの援助金で運営を行っている団体って実はね 結構多いんですよねでこの宗教団体が廃れるということは活動する人がいなくなるということですまあひどいところであれば県や市とか宗教団体からね常的に30で受け取ってるところっていうのもあったりもするっていうのをお聞きしたりもするんですけどもまあとはいえこういうこともね現在ねそういったところに予算立てることができなくなるっていうことがもう,ぜもう完全になるんですねそうやってなってくるで神社もねいろいろ問題あるってお聞きしますしまあ仏教もやっぱ葬式で成り立っていたってところがねまあその葬式がこの中で縮小とか数がもうこれ,これ以上にねもう今減っていってる状態で。 まあ信仰宗教とかもね若い世代どんどん離れていくっていう現象もあったりもしますで今後さらにねあの不正やお供えなどが減ることからまあもう20年持てばいい方なんじゃないかなって思ってますまあほとんどがもうなくなる現実ってのがあるわけですねはいまあまあまあこんなね暗い話ばっかなんですがはいまだまだ暗い話いきますまあ これね、三つ目、さっき景気が悪くなるっていう話も出たと思うんですが、こにも、あの、やっぱりね、少子高齢化っていうのは一番大きいと思います。うん。まあ、はっきり言って、これが一番白車かけてると思うんですね。まあ、どこもあの、少子高齢化だからかって言い訳することも多いんですけども、これね、少子高齢化するっていうことはどうなるかっていうことが一番大切なんですよね。まあ、まあ、要は、どこも高齢者だらけになってしまうんですね。うん。 で、位置であげたあのテレビとかがもう高齢者しか今見ていないと同じなんですよね。で、当たり前のことを言ってるようですけども、よく考えてみたらね、まあ、高齢者だらけの倉屈にね、若い人行きたいですかって思った時に、いや、 いや、普通行きたくないよねーっていう。僕もできれば知り足すら踏みたくないですっていうね。え、感じですが。まあ、とはいえね、結構今どこもね、そんな感じなんです。まあ、これはあの、1、2のところも全部合わせて,てね。そう、政治家も高齢者ばっかだし、みたいなね。で、日本社会でね、あの、大企業で働くにしても、宗教団体に行っても、科学,学やろうと思っても、もう団体とかに行ったらでも高齢者以外目につかないんですよね。それ以外。いないっていう。で、僕は比較的上の世代と話すのが、そんな苦ではない性格だったんで、教える方も習う方も平然と今でもやりますけども、 まあ、場所によってはやっぱ会話や価値観がまあ合わないってことはあるんですよ、これ。まあ、いつしかね、それが説教じみたこと言われてね、あの、教育洗脳してこようとするとこもあるんですけど、まあ、これはもうね、学やる上では避けられないってなったらどうでしょうかね。うん、まあ、特に平成っていうか、僕も平成ですけども、まあ、そういうしきたりや決まりというものを嫌う人が多かったりするので、もう、 そこにいようとすら思わないっすよね。うん。となっていくと、まあ、20代はいない、30代かろうじている、40代わりかしいるっていうような構造っていうのがもう自然と今出来上がっちゃってるんです。で、あの、大企業などでは逆に20代とかま、新卒っていう形でね、取るんでまだいるかとは思うんですけども、まあ、みんな大体2、3年で辞めていくってなったら、やっぱ3、40代の間がいないということっていうのがしばしばあるんですよね。で、結果組織の中で、ま、少子高齢化っていうのは白車かかって、まあ、気がつけばね、これ20年後潰れるっていうのを もう。 60歳で若手って呼ばれることが出来上がります <laughs>。本当にそうなっちゃう。で、というよりも、今30代後半前は40代若手って呼ばれてる状況なだけでも、結は正直ね、異常だと思うんですよ。40代って子供からすれば、僕ら中年のおっちゃんだったんでね、もう若手ではないですよ <laughs>。で、まあ、あの、僕も31になりますが、まあ気持ちは若くいてもね、若手とは言い切れなくなってきます、そのうちね。うん、とまあね、話しとり始めましたが、もうそうなってくればね、未来、ね、ないなっていう感じになっちゃうよとね。うん、そんな感じ。でね、で、4つ目に入っていくんで、もうね、 暗い話ばっかりだな <laughs> でこれ言い方めちゃくちゃ悪いかもしれないんですけども4つ目何かっていうともうゾンビ団体なんですよね <laughs> ゾンビ団体出来上がってるんですよ今 <laughs> でこれゾンビ団体ってどういうことかというとまあ合理的に考えればもう仕組み上から見ても目的から見てもこの団体もうなくなった方が良くないっていうところっていうの実際ありますまああのこれかなり辛口なんですけどもご了承いただければと思いますでこれってねあの団体だけじゃなくてね大企業なんかでも実はあるんです大企業ではあの行政 がが大赤字の法人ととととかかに国が援助するるっっっててておかしなここをやって今成り立っていい、まあ、ゾンビ企業というところも、ね、結構あるんで、すよねそういういところはでそっとしておいたら潰れるのに、権力者とかね、利権とか、まあ、メンツのためにね、援助して残さざるを得なくなるっていうところっていうのが、今、会社だけじゃなくて、そういう団体にも同じ現象起きているっていうことがあったりもします。で、これっどういうことかというと、その現況何かっていうと、これもう、国が援助って言った言葉で分かったと思います。まあ、あの、国や地方自治体による文化支援の助成金です。うん。 で、昔からの名残なんですけど普通に考えれば結構不良再建っていうところって結構いくつかあったりするんですよね。で、ただ国や地方自治体っていうのはやっぱり伸びしろであったりとかそういう権,権威であったりとか、まあその利益っていう部分を考えていないから、まあそっちよりも例えばどれだけその団体として古,古く活動しているかとか、どんな地域に貢献しているとか、まあ家柄とか政治でつながりがある権力者が携わっているのかとか、そ,のそういうことで助成金出すか選出する面っていうのは、まあ今少なからとやっぱ残ってるんですよね。で、例えば演奏 公開をして普通にやったら大赤字だけど、それがまあ助成金で赤字を免れたりとか、まむしろ助成金入れても赤字で演奏者から出演料を徴収するなんかあったりもしますよね。でそれでなんとか賄っ,っちゃうっていうアロコとがね、あの長期の講習会とか演奏会でまあ受講者の参加費なども助成して、まあ会計上一体どうなっているかわかんないっていうことがね、まあ多かったりするわけです。まあもちろんね文化を残すことっていうのは非常に大切だと思いますし、まあ僕もねそういうところで。 講習会とかそういうものも受けたことあるので、あんまりね。一概に言えたものではないんですけどもある種、これにはね。結構違和感を感じることっていうのが多くあります。うん、でよく演奏。家の人たちはね。こういうことをね。国に支援してもらってる挙句にね。伝統芸能や文化を甘んじられてるとかでね。言う方はね。多くいるんですけど、これね。結構大きな間違いで。むしろこの何十年もこの助成金云々やらもので手厚く受けて授業を行えている。恩恵を受けているのってこういう人なんですよね。うん。 で、普通に起業したりとか事業を起こしている人が聞けばで、ね、もうぶん殴られますよ。<laughs> だってね、もう必死にこいてね、汗水垂らして、まあ事業を進めているのにね、音楽家とかそういう人たちは謎に手を手厚く支援されているわけですから、まあそれはね、ぶん殴られなくなるような気持ちになるんじゃないんですかね。で、そもそもクラシックにしても伝統芸能にしても、こうやって助成金などでしか、あの、いわば事業を起こせないビジネスモデルっていうものを今作ってし、 しまってるというか、それでしか成り立たない状態になっていることにこれ問題だなって僕は思っていて、まあ最近聞いた話では、女性金頼りで演奏会を開催してしまって、その女性金の審査が降りず、自然者が実費になってしまったっていうケースもあったとお聞きしたんですけども、いや、そもそもなんですけども、僕個人としてはやっぱり女性金ありきで演奏会を開催するモデルっていうのは間違っているなって思ったりもするんですよね。なんだかんだ女性金というのはこれ何かって言ったら、国民から 徴収してる税金っすよ、うん。税金なわけですよ。それを使うかっていうこともどういうことかっていう、やっぱ考えるべきだとは思うんですよね。で、今後はやっぱ日本、日本社会が、まあ、不景気が続けば続くほど、この助成金というもの、どんどんなくなっていきます。まあ、なくならないにせよね、まああの、減り続けていきます、どんどんね。で、ある種、まあ、ゾンビ企業、ゾンビ団体かというのも,も、淘汰されていく時代に進んでいくからこそ、まあ、そういった意味でもね、もう20年後ってのはもう、はっきり言ってめちゃめちゃ暗いなっていうのをね、 はい。まあ今日は4戦。まあ、学の未来は暗いというね、内容を送りさせていただきました。まあ、日本社会不景気だから。で、あの、宗教団体衰退する、まあ少子高齢化です。で、女,あの女性金によるゾンビ団体が残っています。というね、まあ最後の4に関してはこの数十年の時点で暗かったっていうね、現実が明るみになったわけですけど。<laughs> まあね、これだけ暗かったらね、若い世代の方も一体どうすればいいんだってな、なりますよね。うん、しゃあない、これはね。じゃあどうすればいいのかっていうね、ヒントを最後にお伝えできたらと思います。はい。で、まずはね、やっぱり僕、個人と そしてまあ上げられるのはこれもやっぱり環境選びましょうでこれまあどこのね今あの動画でも言ってるような気もするんですけどこれすごく大切ですやっぱガーりがやっていくにしてもこれ何やっていくことにもつながりますけども一番今大切なのって紛れ目のこれ環境なんですよどうやってもどういった人たちと共にやっていくのかっていうところなんですよこれを作れるか作れないかっていうのところで全然自分が進んでいく道っていうのが変わります例えばいろんな練習会なで参加するでもいいですしそうすることでねどこがいいのかどこが悪いのかっていうのも自分で やっぱあの選別できると思います。で、可能であればね。いい環境だけど、思うところに拠点を移していくっていう移動していく。まあ住む場所を変えるっていうことも一つね。新たな環境に変わるきっかけになります。で、今うちはね。お年寄りしかいないからとかね。うちはね、完全なゾンビ団体です。みたいな <laughs>、えー、っていうところをね。すぐに切らないといけないっていうことは僕ないと思っているので、まあその場所でも習えるところっていうかね。まあ、その、ね、学べることっていうのはありますのでありますし。まあ、ただずっといると大変なのはあなたですよ。っていう程度だと思いますので、まあ、今すぐっていうわけ。ではこれはねないので。 ね、ご安心いただければと思います。まあ、その場所に留めるというよりも、いろんなところで活動する準備を行っていくっていうところが非常にいいのかなと思います。一番理想的なのは自分自身でね、周りの若い世代を中心としたね、まあ、チームを作れた理想ですが、まあ、これはね、正直かなり難しい。まあ、僕もあの、探しているのでやってる人少ないから。<laughs> そうなんですよ。あの、で、僕自身は個人のお稽古とか演奏活動とか YouTube にしても、まあ、僕が主催してるガーク団体、洋画界は、まあ、やっぱそこを見据えて現在活動しているっていう感じです。はい。で 変なね、やっぱしがらみにとらわれずに、先ほど言った助成金などは基本使わずに、個人やグループで画学を教えて、まあ、その生徒さんの中でも演奏できる人は、洋画界に限らず演奏機を与えられる環境っていうのを構築して、まあ、可能な予算ですよね。まあ、その現実的なビジネスモデルの形成を行う上で、演奏会っていうのを構築すれば、月1回の合奏練習や、まあ、あの、年齢とか、まあ、宗教団体を問わずに、大阪に来ていただければ、どなたでも参加できるスタイルというものを、まあ、現在、形成をさせていただいて、 いるという感じで,すでまあ正直ね学を廃れることにしても日本社会とかね政治にしてもこれがね廃れるたりとかこれを変革するっていうのはまあ正直システム上ねもう無理ゲーに近いなっていうところだったりもします。まあ、とはいえ一つ大きく変えられるとしたら、まあ、自分であったりとか自分がまあ主催している所属している、うん、所属してはちょっと難しいけどね、まあ、あの自分が動かせるところチームですよね動かせるところって自分がまあ主催しているチームを変えることっていうのは僕は可能だなと思っています。うん まあだからこそ、無理ゲーな中でも、本気で、まあ画角を通してでも、まあそれ以外の通してでもいいんですが、世の中を良くしていきたいっていうか、まあそのような空間を作れるように、まあ今日もね、淡々とまあ頑張っていってるという感じでございます。はい。 でまだチャンネル登録ねされていない方ぜひポチっとお願いしたいと思います。そしてまあ、お知らせでございますが、えガ、ー、ガ演奏学講師山口そいつらではやっぱりガをもっと皆さんに学んでいける環境っていうのを作るために現在 LINE の公式アカウントに登録いただければ六調子のえー、紹介や独想などをプレゼントをさせていただいております。その他に演奏会情報であったりとか先ほど言った大阪天王寺での月一合奏会情報というものもえー、毎度、えー、配信の方をさせていただいております。それ以外にえー、流的の六調子の曲目を解 作成した動画というものを月額2,990円で YouTube 上メンバーシップというもので公開をさせていただいたりとか、あとは大阪南部やオンラインでの個別グループレッスンなども受けたまわっていたりとか、まあ、演奏会に出演する機会というものを作らせていただいております。はい。まあ、要はね、あのー、夜中全体を変えるっていうのは難しいかともかもしれませんけれども、この中ですね、自分の周りの人たち、自分と自分の周りを変えることっていうのは。 もう全然できると思うんですよね。だからこそ、まあこうやって僕っていうのが長くて面白い楽しいというのを YouTube であったりとかいろんなところで伝えていける活動っていうのを今広げさせていただいてるという感じでさせていただいております。えー、詳しくはね、概要欄の方にいろいろね、Web のページであったりとか、さっきのね、言ったことをすべてありますのでそちらの方を見ていただければありがたい限りでございます。という感じで本日はこれで終わらせていただきたいと思います。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。